何これ、コンサート会場だから。おお、かっこいい。皆さん、ヤプシーアジア2007東京にようこそいらっしゃいました。まず最初のセッション、ウェルカムセッションを、宮川達彦さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いしたいって言われじゃないんですけど皆さん、朝早い中満員電車に寄られて来ていただいてありがとうございます。今回初めて来たっていう人はどれぐらいいらっしゃいますか。おお、てか半分ぐらいですね。すごい多いですね。一応去年は来た方もいらっしゃる、まあ、半分ぐらいで、他の半分の方は初めてっていうことなんで、まあ、去年ちょっと振り返ると、まあ、こういうこととかもあったりしたんですけど、去年はほとんど同じ時期にやりまして、ヤップシーだけ単体での開催としては日本で初めてやって、まあ、250人、ぐらい、お客さん来てもらって蒲田でやったんですけども、今年はですね、チケット350枚とあと当日券 10枚ちょっと、売れたのは360人とあと、まあ、スピーカーとスタッフとスポンサーのゲスト枠みたいなのがありまして、まあ、それ入れると435人、まだ多分200 150人ぐらいしか来てないと思うんですけど間違えた。なんかシカゴで去年やったノース、ヤプシーアメリカにの人に聞いたら、昨日夜中にいきなり捕まえて聞いたら420人だって言ってたんで、多分世界最大じゃないかと。ということで世界最大のヤプシーへようこそってことで、今年は去年来てもらったラリーウォールとかダミアン公演とかいないんですけど、まあ、去年引き続いて、あれ、うん、お、来た、オードリー・タンとか、マーク・ジェイソン・デミナスゲストで今回来てもらいまして、 MJD っていうニックネームで知られてて、にちゃん用語じゃないんですけど、パール界では結構かなり有名な方です。ハイヤーオーダーパールとか、あとライトニングトークスをヤプシーで初めてアイデアを出したの彼で、まあ、他にもいっぱい、来てますので、すごい面白いセッションいっぱいあると思うんで楽しんでもらえればなと思います。一応お知らせなんですけども、これさっき言いましたけど、アイレゴさんと、フォンジャパンさんの協力で一応 Wi-Fi 使えるようになってます。なんか回線がもっと早いって聞いてたんですけど、そうでもないらしいんで、あまり無茶なことはしないでいただきたいと思います。で、つながったら、まあ、Wiki とかと IRC チャンネルあるんで、まあ、雑談したい方はということですね。あとプラネット、ブログ、ヤプシーについて書いてあるブログを集めたサイトとかありますけども、ちょっと電源がほとんどあんまりないですね。真ん中の方の横とか、あと前の方にちょっとあるんですけど、ないので本当に必要な時だけ使うようにしてください。申し訳ないんですけど。で、スピーカーの方でどうしても準備のために必要だっていう場合は、2階の控え室に行くとあるので、まあ、どうしてもという場合はそちらで準備とかしてください。で、今日懇親会7時半からあるん、7時半でいいんですよね。はい。で、食事無料で飲み物だけ1500円で参加できるんですけど、会場の人数が限られていまして、オンラインでサインアップしていた人は全員来てもらえるんですけど、そうじゃない人は早いもん勝ちなんで、あと50人ぐらい多分参加できるので、受付で懇親会参加したいんですけどって言ってお金を払ってください。あとスピーカーとかの方は、まあいいや、後で説明します。あとビデオとかがカンファレンス終わったら、これもアイレゴさんなどの協力によってアップされるんで、お楽しみにってこと で、一応録音とかしてるんで、まあそれでなくても携帯とかこんなに人数いるとなると結構鬱陶しいんで、マナーモードにするとかご協力してもらえたら嬉しいです。初期ランチはここの中では食べられないので、外行けばいくらでもあるんで、
探して1時20分までに戻ってください、来てください。このプログラム、ちっちゃいやつですけど、これにも裏面に書いてあるんで、その他あの情報は探してください。で今回あの開催にあたってご協力いただいた、スポンサーの皆さん、こちらの4社は、プラチナスポンサーということで、非常に、温かいご支援をいただきまして、それから、シルバースポンサーの皆さん合わせて14社あのご協力いただいたんで、感謝の意味を込めまして拍手していただけますか。ありがとうございます。で、あの僕はこのヤプシーアジアを今年もやろうって言った時はもうすでにアメリカに引っ越してたんで、チームのほとんどの皆さんと今日初めて会ったんですけど、竹迫さん、大山さん、上野剛也君、ライバーさん、中山さんに、会場との交渉とかスポンサーなどなどいろんなことを手伝ってもらいまして、あとちょっとこれ多分全員じゃないんで申し訳ないんですけど、ボランティアの方とか、あと、今回去年と同様にほとんどのトークに、あの この部屋で行うトークのほとんどはあの字幕をつけて、同時通訳はないんですけど字幕をつけてやる形になるんですけど、翻訳を、夜中などなどやってもらった石垣さん、竹迫さんはじめ、皆さんにも感謝しております。それから去年と引き続き、ダンさんのところに、いろんなゲスト、海外からのゲストを共にいただきまして、こちらも感謝しております。ありがとうございます。まあ、あの2日間だけなんですけど、皆さん楽しんでください。それから、まあ、ブログのポストとか写真とかアップロードするときはあのこのタグちょっと長いんですけど、ヤプシーアジア2007、このタグを使ってもらうと、まあ、なんか便利かなと思うんでお願いします。以上です。はい、じゃあ楽しんでください。ありがとうございます。